リスボン大聖堂のファサードサンタ、マリアマイオールでリシュボア大聖堂、または、リスボン大聖堂は、ポルトガルリスボンにある、大聖堂で、市内で最も古い教会である。大聖堂建設は1147年から始まり、建物は、幾度も手を加えられ、幾度もの地震をしのいできた。今日、その姿は異なる建築様式の混合である。リスボンは、 4世紀から主教座が置かれていた。西強盗王国が滅ぼされると、死は、ムア人に征服され8世紀から12世紀まで、イスラム教徒支配に置かれた。その頃のキリスト教徒たちは、市内と郊外に住むことを許されていた。1147年、アフォンソ・エンリケスに率いられた、ポルトゥカーレ白軍と、第2回十字軍参加のタメリス本校に、 停泊していた北ヨーロッパからの騎士たちにより、リスボンは再征服された。イングランド人騎士ギルバート・オブ・ヘイスティングスはここで司教となり、リスボンにモスクのあった場所に新たに大聖堂が建てられた。最初の建物は1147年から1310年代までに完成した高キロマネスク様式のものであった。その時にポルトガル南部から リスボンの守護聖人整備先手でサラゴサの聖物がもたらされた。13世紀後半、ディニス1世がゴシック様式の回廊を建て、アフォンソ4世が自分と家族のために、主礼拝堂をゴシック様式の名手号支伝に改造した。1498年、王妃レオノールでビゼウは大聖堂の回廊にある礼拝堂の一つに、ミゼリコルディアを創設した。 ミゼリコルディアはカトリックの慈善団体であり、後に他都市へ広がり、ポルトガルやその海外植民地で重要な役割を果たした。ロマネスク様式の即労地震が常にリスボンと大聖堂の問題だった。14世紀から16世紀にかけて数度の地震に見舞われたが、最悪のものは1755年のリスボン地震だった。この地震で、 王室のパンテオンと一緒に、ゴシック様式の主礼拝堂が崩壊した。回廊と礼拝堂の多くが、地震とそれに引き続く大火で廃墟と化した。大聖堂は、部分的に再建され、大掛かりな改修の後20世紀初頭に、現在の姿となった。近年、中央にある回廊の中庭が発掘され、古代ローマ、アラブ、中世時代の遺構が発見された。 リスボン大聖堂は、三つの側廊のある十字架の、形をした建物で、交差楼と、主礼拝堂は回廊に囲まれている。教会は、東側と回廊でつながっている。大聖堂のメインファサードは要塞に似て、側面を防衛する二つの塔と銃眼付き教壁を、備える。この威圧的な僧帽は、同時代の他のポルトガル国内にある。 大聖堂にも見られる特徴で、レコンキスタ時代の遺物であり、包囲された場合には敵を攻撃する拠点になった。最初の建築から、リスボン大聖堂はバラ窓を備えた、堂々たる種、出入口である西ファサード、北側出入り口と大聖堂本堂が保存されてきた。出入口は、ロマネスク衣装の興味深い円柱建築が施されている。本堂は、 半円塔天井に覆われ、その上部にトリフォリウムがある。西ファサードのバラ窓から光が降り注ぐ。交差炉のランタン塔窓と同様に、本堂の側炉窓からも光が入る。大聖堂の全体的な建築計画は、同時代に建設されたコインブラの旧大聖堂と非常に似ている。ある回廊は興味深いロマネスク様式の鉄聖門を持つ。 キシロポパシェコのゴシック様式のボヒディニス一世は13世紀後半にゴシック様式による回廊建設を命じた。これは1755年のリスボン地震で損傷した。大聖堂入り口近くに14世紀初頭の豪商バルトロメウ・ジョアネスが自身の葬式の礼拝堂を建てた。彼の横たわる像が目印の墓は今も内側にある。 少々後に、アフォンソ4世が、回廊に囲まれたゴシック様式の主礼拝堂によって、取って代わられたロマネスク様式のアプスを持った。王とその家族は、主礼拝堂に埋葬されたが、彼らの墓と礼拝堂は1755年の地震で破壊された。その回廊が、今も残り、ポルトガルゴシック様式の重要な仕事を忍ばせる。円形の側廊は、 主礼拝堂とつながらない。側廊2階の部屋は、除罪で補強された丸天井に覆われている。回廊には14世紀からの目立つ、ゴシック様式の墓がある。その一つは、アフォンソ4世の自重ロポ、フェルナンデス・パシェコのものである。彼の横たわる像は剣を持ち、犬により守られている。彼の妻マリア・ビリャロボスは、中世の本、リブロー・ダス・ホラスを読む。 姿の像である。三つ目の墓は特定されていない王家の姫とされている。すべての墓が紋章で飾られている。ゴシック様式のホロー15世紀の後半25年間に、ムーのゴインサルベス作の、サンビセンテの祭壇画が回廊にある、セイビセンテ礼拝堂内で描かれたと信じられている。現在祭壇画は、リスボン古美術館の所蔵である。17世紀の間に、祭起、 彩服などの保管所が、バロック様式で建てられ、1755年より後に、主礼拝堂が、ネオクラシカル様式とロココ様式で再建された。18世紀後半のポルトガルの彫刻家、マシャード・デ・カストロは、ゴシック様式のバルトロメウ・ジョアネス礼拝堂内にある、華麗な小部屋の作者である。20世紀初頭、大聖堂内側、外側から、 ネオクラシカル様式装飾のほとんどが取り除かれ、大聖堂は中世の頃の姿を表した。ありがとうございます。